波じゃないですかね。あの、まあ、脳自体はその、電磁波が流れていて、脳波という形で測定されるんですけど、なのでその、脳波という、その、あの、電気を起こす力というのは人間の脳内にはあるんですよ。まあ、もちろんすごく微弱なんですけど、脳波は。ただ少なくともその、電気を起こして、そこで何らかしらの脳波的なもので、その、あの、発電することは可能であるという機能がある以上、で、そこの機能を使うことによって、その、他の人に対して、その、電波というか、脳から出る電波という形で、それが他の人に伝わってそれがその受信されるというのもその物理学の構造上不可能ではないかもしれないんですよ。まあそこまでの電圧上がったら人間の脳焼けちゃうよみたいな話もあるので、あの実際そこまでできるかどうかわかんないですけど、まあ、ただそのなんか量子力学的な何かとかの可能性もあるので、なので構造上は一応その原理エネルギーが仮にあるのだとすると、その電磁波だったり量子力学だったりそこら辺の話なんじゃないかなと思います。